さんおはようございます。今朝風呂しました。こんな状態からすみません。まずちょっと朝お風呂入ったのでこちらのパックをしていきます。これはこの間レビュー動画でも凄さを証明したんですけど、今ねお風呂入ったんですけど結構顔むくんでるんですが、これやるとめちゃくちゃむすくみがすっきり取れます。これをこのね目周りとかめっちゃむくんでる、これを貼り付けて、こんな感じで貼れました。のでこれに100均のシリコーンマスクをして、その間にドライヤーをしちゃいたいと思います。ちょっと目がかけてないから何にも見えないんですけど、で熱くなると思うのでこちらのクーリストのスカルプクーラーを頭にちょっとなじませておきます。頭皮になじませて、これがすごくひんやりして気持ちいいんですよね。こう頭にちょっとマッサージしてなじませます。ついでに頭皮マッサージ、プシードエルのオイルトリートメントなじませて、はい、こんな感じで今20分ぐらい経ったので外していきます。肌にねピターッとギュッと密着してくれて、めちゃくちゃなんかむくみがね取れてる感じがするんですよね。では取ります。肌のトーンも上がったし、すごくギュッと引き締められた感じがします。このパック残った分は体の他の部分にも使っていいみたいなので、首にちょっと貼っておきます。パックを肌になじませて乳液をのせて蓋します。さっきのねスカルプクーラーの、本当にね髪の毛かわしていても頭皮がひんやりしていて、今もすごくスースーしているので全く汗かかなくなりました。ドライヤーして、夏のねドライヤー本当私髪長くて時間がかかりまくるんですけど、それが本当になくなった。リンパを流すようになじませていきます。で朝ちょっとストレッチしたんですけど、体をストレッチ、スキンケア完了したのでメイクに移っていきたいと思います。はい、ではメイク始めていくんですが、はちみつレモンサイダー作ったのでちょっとこれを飲んで体に水分を与えます。今日もこちらのアイシャドウ使ってます。これ本当に万能だし、今日撮影で結構ねコスメを持っていくし、セルフメイクなので今日は、なのでちょっとこのアイシャドウパレットとか他にもこういうアイシャドウパレットとかをいろいろ持っていこうと思っています。そんな格好で、はい、ということで今荷物をまとめて外出る用のお洋服に着替えました。豆苗がねすごいね元気に育っております。今日はちょっとお昼コンビニのパンとおむすびとで、ちょっと軽くご飯を食べてから向かいたいなと思います。例えば今日オープニングちゃんと撮ってなかったんですけど、今日は撮影があるのでその一日を密着していきたいなと思います。最近私が新たに始めて、多分この動画が出てる時には報告してると思うんですけども、その新しく始めたことの撮影だったり、いろいろねそれに関することをしていく日なので、そんな一日に密着していきたいなと思います。撮影もねしっかり換気して行ったり、できるだけ人も最低限に減らした状態でやるので、今回はヘアメイクさんもなしでセルフでやることになりました。で髪の毛をちょっと巻き直して作画完了したのでお家を出たいと思います。今日は夫が送ってくれるので運転をお願いしようかなと思っています。キャリーバッグに今日使いたいお洋服だったりは詰めたので、この大きなこのリュックの方にバックインバッグで、この私のオリジナルグッズのトートバッグ、こちらにカメラだったり充電器とか、ちょっとカメラ回せたら
増そうと思うので、そのカメラ類が入れてあって、あとはこのメイクポーチに、コスメを入れました。今日全部セルフになると思うのでこんな感じ、ペン立て入れていろいろ詰めております。ちなみに今日はパウダーファンデーション使って仕上げました。でもう一個こっちのポーチにはフィックスミストだったり手鏡だったり、あと髪の毛のやつと髪のオイル、ちょっと漏れたら嫌なので袋に入れてこの中に入れます。このローラメルシエの、視聴者様からいただいたポーチありがとうございます。大事に使っています。こちらに、リップたくさん詰めました。普段は自分に合うようにイエベのリップを使うことが多いし、イエベのカラーすごく好きなのでイエベ率が高いんですけど、普通にブルベカラーのリップとかも今日は入れています。であと歯ブラシ、これを中に入れて、あとはマスクに今冷感スプレーをしたのでこのマスクをして今日は出たいと思います。では行ってきます。昨日のご報告動画では本当にたくさんのメッセージありがとうございました。応援してくださる皆様にいろんな形で恩返しをしたいなと思っています。今回撮影しているオールセンスについて質問もいただいたので、私の方からお返事できることはしたいなと思っています。一旦インなしで来てもらっていいですか。ちょっと大人めです。ロウダンゴ結構ね、すごい綺麗。サービスについての動画や近々質問コーナーもねやろうかなと考えています。あ、つけてみます。もらうとどうだろう。わー、眩しいけど、これをちょっと下げれば。撮影終わりました。お疲れ様です。中澤さんです。めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。すいません。はい。この日は撮影後に利用者様にお届けするコーディネートをスタイリストさんと一緒に考えたり、お洋服ね実際に着用してみたりチェックをしていました。ここにあるお洋服は本当にごく一部で約10万着以上は抑えてて、その中からさらにねよりすぐりの商品だけをピックアップしてお届けします。今後はねヴィンテージのお洋服だったりも仕入れられるように着々と準備しているようです。はい、今回はこんな変な感じでね終わりになってしまったんですけども、とある一日でした。動画の内容が変わるのと心配の声も一部ありましたが、変わらず家事ルーティンや料理動画、掃除動画なども出し続けるので、ぜひねこれからも見ていただけると嬉しいですし、リクエストもぜひぜひお待ちしております。本日も見ていただきありがとうございました。ではバイバーイ。